日本群馬県紀流市、本町本町は、群馬県紀流市の町名。現行行政地名は、本町1丁目から本町6丁目。面積は0.35平方キロメートル。郵便番号は376-0031。紀流市の中部に位置する。東北部は、東日坂田町に、東部は、中町、東町、泉町に、東南部は、 高砂町、朝日町に、南部は、川岸町、西木町に、西南部は、ともえ町、末広町に、西部は、永楽町、宮本町に、西北部は、西久方町、横山町に、北部は、天神町にそれぞれ接する。本町1.2、3丁目は、横山町と共に、気流市第1区に、本町4.5、6丁目は、気流市第2区に属する。 本町通りに沿って南北に長い町域を有し、町の両端には、紀流天満宮と上雲寺が配されている。一丁目、二丁目は、江戸期から昭和初期にかけての古い建造物が現存する、歴史地区であり、商店の倉庫群や、のこぎり屋根の織物工場などが、文化活動の拠点として活用されている。三丁目から六丁目は、本町通り、 末広町通りを中心として、商店街が広がり、本町通り、糸屋通り、海馬通りなどでは、定期的に、露天市が開かれている。近世初期に創建された紀流新町の一部にあたる。紀流新町は、関東企業地帯の文化、経済の中心として栄え、本町は、紀流市の中心商業地となっている。1889年の町村政施行により、 紀流新町、新宿村、安楽戸村、下久方村、上、久方村あざ平井が合併して、紀流町が発足。紀流新町は、紀流町の大技の一つとなる。1921年の市政施行を経て、1929年に、大技が廃止され、大技、紀流新町は、本町、横山町に分割され消滅した。気流町役場は当初、 現在の本町に置かれたが、1902年に、現在の永楽町に移転している。気流郵便取扱所は初め気流新町1丁目に設けられ、1889年に4丁目に移転した。1931年には末広町に移転している。2017年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。群馬県道66号本町5丁目、交差点町内に鉄道駅はない。南北を、群馬県道、栃木県道66号桐生田沼線、群馬県道68号桐生伊勢崎線が通過し、東西を、群馬県道3号前橋大間間桐生線、栃木県道、 群馬県道227号小端気流線が通過している。また、この4路線はすべて起点、または終点が東町にある。1丁目、森郷市会社事務所及び、店像2丁目の有林館5丁目の木によしびる、商店街となっている6丁目東町には、気流市に指定された指定緊急避難場所と指定避難所はない。ありがとうございます。